今日は XMAX3 のプリンター CFG の中身を変更する小ネタを2つ紹介します。もちろんクリッパー搭載の最近の機種であればどの 3D プリンターにも使えますのでぜひ参考にしてくださいね。後で見返せるようチャンネル登録をお願いします。まずは 3D プリントでよくある XY 軸の精度問題に対処します。 キャドで描いたものを印刷すると同じ長さの紙面キューブでも行くす方向と Y 方向の長さが一致しないことはないでしょうかその度にスライサー設定で調整しながら何度も印刷を繰り返し多くのフィラメントを無駄にしていることでしょうテスト印刷の無駄を少しでも減らすため初心者が さらに一歩先へ進む方法ですこの動画を再生しながらご自身の 3D プリンターも同じ作業を行ってみてください UI 画面を立ち上げ左のメニュー一覧からコンフィグレーションを選びますそしてプリンター CFG をクリックし、ファイルを開けてください。スクロールし、ステッパーの X、Y、G を探します。各ステッパーのローテーションディスタンス値を変えて、XY のズレを補正します。 こちらの 40mm の立方体をプリントして実際のサイズをノギスで測ってみましょう今回は印刷物の収縮率を補正するわけではございませんあくまで X と Y の重さの調整であることを覚えておいてくださいまずは X 方向を測定します測定結果は実際のサイズが 予想と少し異なっています。この違いを修正するために次のステップに進みます修正値はこちらの式で計算します。 こちらの39.81をプリンター CFG に入力しましょうローテーションディスタンス値をこのまま変更してもよいのですが元の値を残したまま補正値を適用させる方法をご紹介します開業し段落を空けて元のローテーションディスタンスの前にシャープを入力しコメントアウトします 開業したところに、もう一度ローテーションディスタンスと入力。スペースを空けて、先ほどの三十九点八一を入れます。さらに、進級の区別を記述するのをおすすめします。 ローテーテションディスタンスの数値の後にスペースを空けシャープでコメントアウトし任意の文字を入れましょうこちらの数値が狂うのは 3D プリンター部品の劣化によります。修理や部品交換で元に戻したい時とても役に立ちますよ。 Y 軸と G 軸も同じ作業を繰り返します最後は保存と再起動をし終了しますが G 軸の設定は注意が必要ですノズルヘッドが上昇するタイプであれば同じ手順ですが XMAX3 のようにビルドプレートが上下する場合計測した値目標とする値×元の値イコールで計算します これで一通り作業が終わりました。もう一度、テスト用キューブを印刷して、誤差を見てみましょう。 調整のポイントはなるべく大きな印刷で行うことと Z 軸はベッドとエクストルーダーの上下により計算方法が違う2つを覚えてくださいこれで XY の長さが違う問題を解決できるはずですそしてこの方法は ABS 等の収縮率が大きい材料の補正ではなくあくまで X と Y の大きさの違いを直すものと認識してください次にプリンターの主要なコンポーネントである MCU と制御 CPU の温度を画面に表示させる方法をご紹介しますこれによりプリンターの状態をより詳細に把握できますこの機能を有効にするには プリンター CFG ファイルに特定のコードを追加する必要があります。次の下りをファイルに追記してください。コンフィグレーションを選択。プリンター CFG を選択。任意の行を開業で開け、こちらのファイルを挿入します。概要欄に貼り付けていますのでコピペして使ってください。 m c u m k s, s p イはご自身の好みに合わせて変更可能です最後は保存と再起動をクリックしてください UI に戻るとこうして両方の CPU の温度が表示されているのを確認できますこれでプリンターの動作中にこれらのコンポーネントの温度をリアルタイムでモニタリングできるようになりました いかがでしたかこの動画が役に立ったら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。コメントで他に知りたい設定があれば教えてくださいね。